こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、雲は晴天にあり、水は紙にあり、です。雲が青い空にぽっかりと浮かび、亀の水には水が収まっているということです。修行僧に仏教の真理とはどういうものですかと尋ねられた時の薬山以前の回答です。真理はいつも手の届くところに厳然と存在していることを指摘するのです。それでは今から、雲は晴天にあり、水は亀にありを書いてみます。までご覧いただきありがとうございました。